面には予選競争第3レースのメンバーがピットアウトしてきました。ここ本番でもすんなり枠なりとはならず、どうやら1、2、4、5、3、6という並びになりそうです。3レース対戦メンバーは1号艇三重の坂口めぐる、2号艇香川の重成和人、3号艇静岡の笠原亮、4号艇東京の浜野谷健吾、5号艇大阪の松井茂、6号艇福井の下出拓也。以上6名による対戦です。人気が集まっているのは1号艇の坂口めぐるです。今日はこの陰線1回乗りとなりました。しっかりと逃げ切っておきたい1号艇の坂口、そして2コースには2号艇の重成和人です。8月の SG メモリアルでは優勝戦3着、悲願の SG タイトルまであと一歩のところでした。ここまでは定番通り、坂口重成ともに66周年記念以来約3年8ヶ月ぶりの唐津参戦です。そして3コースに4号艇の浜野谷健吾となります。9月の常滑周年を制しています。本番では引っ張って角に持ち出したのが5号艇の松井茂です。当地の周年記念タイトルホルダーの一人です。松井の角戦、手にするのは注目15号モーター。その隣5コースに3号艇の笠原亮、かなり久しぶりの唐津参戦。大外目いっぱい引っ張ったのはチルトを跳ねて展示好タイム6号艇下出拓也。3対3で1番、2番、4番、5番、3番、6番の並びスタートしました。4号艇がわずかに除いたスタートになりました。その後は1番、2番、4番と出ていって1番の旋回、逃げる1号艇の坂口、まくり出しは4号艇浜野谷、外から6号艇の下出、バック側1番、4番のトップ争いになっています。スタートは前提正常でした。逃げた1号艇坂口の内に入ったのは4号艇浜野谷健吾のまくり出し、4番1番のトップ争いは内側優勢に4号艇浜野谷が運んで、2マーク4号艇浜野谷先前に出る、差し返す1号艇の坂口、先頭は振り切って4号艇の浜野谷健吾、2番手1号艇坂口めぐる、3番手は6号艇の下出拓也、上位体系4番1番6番でレースは2周目に入っています。2周の1マークトップで回るのは4号艇の浜野谷です。続いて1号艇の坂口、3番手で6号艇の下出と回ります。バックスレッジ上位の3人は4番、1番、6番です。その後ろ4番手に2号艇重成和人、やや水が入って5番手5号艇松井茂、すぐ後ろに6号艇の笠原亮。2周2マークトップで4号艇の浜野谷、2番手1号艇坂口、6号艇下出が3番手。ホーム直線コース上位の3人変わりなく4番、1番、6番でレースは最終周回に入っています。先頭は3コースからのまくり出し決まった4号艇の浜野谷健吾です。3周1マークトップで回り2番手1号艇の坂口、3番手には6号艇の下出拓也が続きます。3周バック上位体系4番、1番、6番、416の組み合わせ3連単の図工配当で 127.8 倍となっています。ラストターンマーク、先頭は4号艇の浜野谷健吾です。鮮やかなまくり出し見せました。この後は11レースに再登場、2番手1号艇坂口、3番手は6号艇の下出で間もなくゴールです。先頭4番五輪、1番五輪、6番五輪、2番五輪、5番五輪、3番五輪です。